はい、こんばんは。11月7日、月曜日、午後10時30分を回りました。今日は暑かったですね。もう今でもこの部屋結構暑いんで、半袖で、奥の方では扇風機がぐる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 回ってます。はい、4語品語な夜。第332回です。今夜も、どうぞよろしくお願いします。まあ、今日はですね、結構昨日やり残していたことが、まあ、日曜日なんですけど、割と土曜、日曜の方が仕事があるんですね。皆さんがお休みの日に結構忙しいんですね。で、皆さんが働いている時間帯はさほど忙しくないという、まあ、週休5日制というなんか変な逆転した生活を送っているんですけれど、まあ、取材をね、最近行ってないんで、腰が痛いもんだから、思うように、まあ、遠くまで、取材に行くことができないっていうのが、非常に難点かな。早く腰を治したいなと思っているところです。で、土日、徹夜でした、昨日はですね。で、月曜日は、1週間の始まり、割とロースタート、ぼーっとして、1週間が始まりました。またぼーっとした1週間が始まるのかなというふうに思っているんですけど、そろそろ週休5日制を達してね、まあ、コンスタントにお仕事が入ってくるようにちょっと頑張っていかないといけないなと以前からずっと言ってるんですけど、なかなかね、そう思うようにはいかないというところでございます。まあ、今日、現場の声というタイトルでお話をしようかなと思ったんですけど、まあ、どこの現場かって、まあ、いろんな現場があるんですよね。まあ、僕の知ってる現場のことしかお話ができないんですけど、まあ、この10月11月というとですね、まあ、文化の秋、芸術の秋ということで、まあ、小学校、中学校、高校、まあ、幼稚園もかな、大学も、教育が行われている場所では文化祭とかね、お遊戯会とか音楽会とか、あとは、地区の文化祭とかね、いろんなところで、あの芸術文化に関する行事、イベントが行われているところです。まあ、僕も小学校の教員の頃は、まあ、小学校の頃は文化祭っていう大きいのじゃなくて、年度末ぐらいに、あの学習発表会みたいな形で、参観日を使ってね、保護者の前で学習の成果を発表するというようなイベントを行っているんですが、この秋の頃は、割と多いのが、地区の高齢者、小学校区内に住んでいらっしゃる、おじいちゃん、おばあちゃんとの交流、または今でもあるんですかね、総合的な学習の時間で、まあ、地域にある、老人施設、老人ホームとか、グループホームとか、デイサービスセンターとか、そこに、まあ、子供が出向いてね、職業体験をやってみたり、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんを相手にね、歌を歌ったり、そういったことを、まあ、ボランティア教育の一環で行ってました。ただ、学校のそういった、地域に開かれた教育とか、ボランティア教育とか、高齢者との交流のあり方っていうのが、本当にこれでいいのかなっていうことを、まあ、小学校の教員の頃がずーっと思っていたんですね。僕がずーっと思っていたことを、現役の高齢者、うちの親父が、ほろっとこの前、言ってたんですね。あ、なるほど。やはり親父もそんなこと考えてるんだなっていうことなんですね。
それは僕はもう長年教員になってからずっと教員辞めてもずっといろんなニュース報道の中でなんだろうというふうに、まあ、不思議に思っていたんですが、実際小学校の中にいると見えてこないんですね。自己満足というか、まあ、うちの小学校はうちの中学校は、地域に開かれて、地域のおじいちゃんおばあちゃんたちと仲良く交流してますよということを学校側から発信したいということなんですね。よく言えば地域に開かれた学校、悪く言えばちょっと自慢をしたい、ね、プライドを持ってうちの小学校は地域に開かれた学校だどうだということを見てくれということを、まあ、単に PR 宣伝しているだけなんだろうなということなんですね。だからうちの親父、現役の高齢者が83歳、なんて言ったかというと、まあまあこっち忙しいわと。今度は、あそこの小学校で昔の遊びの、体験教室があるから、それに呼ばれた。今度は、うちの地域は2つ学校があるんですけど、まあ、国外の学校からも、呼ばれていく場合があるんですね。そう、公民館のそばにあるんで、公民館で昔の遊びをしようとなると、今度は国外の別の公民館のそばにある小学校に行くんですね。だから、老人クラブ、まあ、サンサンクラブっていうんですが、サンサンクラブの役員さんなんかはね、どこに誰を派遣しようか、なんとかさんは元気かなと、風邪ひいちゃらんかなって、風邪ひいちゃらんかったら、あの人は竹とんぼがうまいから、あの人をあそこの小学校に派遣しようか、その次の土曜日のこのイベントは誰かおらんじゃろうかいって、あそこのなんとかさんはおじゃみを作るのがうまいから、じゃあ あの方を別の小学校に派遣しようかということで、誰をどこに派遣するのかということで、まあ、老人クラブの役員さんなんかはね、大変なようですね。まあ、それは役員さんがね、うまくそういった人材をね、配置すればいいんですけど、まあね、高齢者なんでね、風邪をひいたとか、やれ腰が痛いとか、やれ耳が遠いから子供との会話ができにくいとか、いや俺は子供は好かんから行かんとか、あそこの小学校は歩いていくのが遠いから俺は行かんとか、結構ね、高齢者ならではのわがままが出てくるんですよね。それで、白羽の矢が立つのがうちの親父。太田さん、あんた元気がいいがねえって、83にしても、もうすごい元気ピンピンやがね。すまんたけど、今度、あそこの小学校でね、昔の遊びを選んでかんとよねって、あんた言ってくれんな、ということで、うちの親父アンポンタンだから、断ればいいのに、おなかたかったって行くんですよ。行くのはいいんですよ。楽しいから。行った後、家に帰ったらもうすぐも晩ご飯の時に、ボロ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 の愚痴を言っちゃうんですね。その愚痴を黙って聞いているんですけど、ああやはり親父も同じことを考えているんだなということなんです。何かって第一声、親は誰も口らんが、子供ばっかりじゃが、まあそれは子供のイベントなんでね、まあ付き添いの保護者が来ないこともあると思うんですけど、次の親父の言葉、これ本当だったらね、親が教えるべきことなんだよな。ナイフの使い方、箸の持ち方、鉛筆の削り方、なんでその子供に関係のない地域のじじいやばばあが教えるんか。お前んとこに自分とこの家族のじいちゃんばあちゃんがいるわけであってね、自分とこの家族のじいちゃんばあちゃんと交流した方がよっぽどちゃねとか。誰も口らんし、保護者も誰もおらん。夫は学校の先生と、その子供と、地域のじいちゃんばあちゃんばっかりや。地域のじいちゃんばあちゃんと言っても、そこの小学校の子供とは、何の面識もない人間ばっかりおるからね。それは学校側からすれば、大量にじいちゃんばあちゃんを集めて、子供に
昔の遊びとかね、いろんな竹とんぼとかゴザミを作って交流しようってのはできるけれど、本当に交流してほしいのは誰だろうかい、自分とこの親やじいちゃんばあちゃんじゃねえと。だから自分とこのじいちゃんばあちゃんも参加して、親も参加して、で足りないから地域の高齢者を呼ぶんであればね、補充要員として行く意味があるっちゃけどな、なんかおかしいなっていうことをね、飲みながら、愚痴るんですけど、あ、なるほどな、いうとこついてるなというふうに思いました。やはり現役の現場に即した、現場に、接した方の話を聞くっていうのは非常に勉強になるんですけど、僕も小学校の現場にいながら、うん、そのボランティア教育、例えばあの地域の、老人福祉施設、老人ホームとかに職場体験で行くんですね。小学校の5年生、6年生が言われました。家庭訪問で保護者から、邪魔ですと、先生です、来てほしくありませんと。まあ、中学校であればね、れっきとした、授業で職場体験訓練というので、来てもらって割と重宝してますけど、小学校の5年生、6年生レベルで来てもらっても現場は困りますって。子どものために時間を作る必要があるんですよと、ね、忙しい時間帯というのがね、いつもね、午後の時間、5時間目、6時間目のあたりに総合的な学習の時間があるんですけど、時間帯に行くんですよ。その時は結構ね、忙しいんですね。あの晩ご飯の準備とか、デイサービスセンターを利用が終わったおじいちゃんおばあちゃんを、車に乗せるという準備があるんですね。その忙しい時間帯に子供が、ランドセルを背負って老人ホームに行って、学校の先生も一緒に付き合っていくんですけれど、子供のために時間を潰す職員1人2人当てると、まあまあこっち先生忙しい時間帯にあんた来るっちゃねえって、もっと学校側で、その老人クラブとかとね話をしてね、忙しくない時間帯に、例えばお昼休み時間、おじいちゃんおばあちゃんがお昼ご飯を食べた後の時間帯というのは職員も休憩時間に入るし、まあ、じいちゃんおばあちゃんもお腹いっぱいになっていい気分になるんで、そこにね来てもらえれば、まあ、非常に助かるんだけれど、忙しい時間帯に来てもらっても困りますって、これこれも現場の声なんですね。そういった声を聞いて、まあ、学校の職員会議なんかの中で議題で取り上げるんですけれど、まあ、まずもはい、ダメって一蹴されますね。あの教務主任とか教頭から、もう学校は学校側できちんとカリクラムを作ってやってますんで、そういった休み時間なんかには行かせません。なぜかというと、日教そのアンポンタンが、ね、休憩時間を確保しろ、休憩時間だけは休ませろっていうのはね、なんだ、職務時間の問題とかでね、必ず反対するんですよ。まあ、反対しても、まあ、当然かなという気はしますけれど、また学校のカリキュラムから見直していかないといけないのに、学校側の希望を優先して、それを、老人ホームの方に認めてもらうという流れ、これでお願いできませんかって、まあ、同じ地域の学校だからね、無理に断ると後があれだよな、ということで、老人ホームの代表者は泣く泣く飲んじゃうんですよね。そういったことを、まあ、家庭訪問とか飲み会で、冗談半分で聞いたりするんですけど、あ、これ本音だなと思うんですよね。そういったあたり、あと学校側はね、ま、地域に歩み寄るという姿勢を持たないといけないと思うんですね。先ほどの昔の遊びをしようというのは、学校内で、例えば、自分のお父さん、自分とこのおじいちゃん、おばあちゃんと、昔の遊びをしましょうという趣旨の行事だったら問題ないんですね。
学校関係者し、自分の孫が通ってる学校だから、その学校の様子を見に行きましょうよ、おじいちゃんおばあちゃんということで、自分とこのおじいちゃんおばあちゃんを招くのは問題ないんですよ。それを飛び越して、もう真っ先に地区の老人会の方に来てくれませんかって要請を出すというのも、なんか変だよなっていうとこですよね。なんか自分とこのおじいちゃんおばあちゃんを呼ぶでも、来れない方ってらっしゃいますよね。亡くなったり、まあ離婚されてるとかね。まあ、いうのがあるんで、そういった事情があるので、なかなか自分とこのおじいちゃんおばあちゃんを呼べないっていうこともありますけど、まあ、それはプラスアルファで、地域のおじいちゃんおばあちゃんを補充すればいいのに、その子供の家庭環境が問題があるからって言って、自分とこの子供のじいちゃんばあちゃんは呼ばずに、すべて地域のじいちゃんばあちゃんを呼んで、うちの学校は地域に開かれてます。そうでしょう。言わんばかりの学校側の姿勢っていうのも、ね、おかしいですよね。もっと学校側は、地域に足を運んで、地域の実態を知って、歩み寄る、ね、歩み寄って、一緒に何か活動しましょうよ、というようなことをやっていけばいいんですけどね。そういった姿勢は全く見えませんし、まあ、言っちゃ悪いけど、江南小学校と大塚小学校という学校があるんですが、僕は大塚小学校の卒業生で、その後に、うちの近所に江南小学校ができたんですけど、江南小学校の先生って、町を歩いてるとか、町の様子を見に行こうとか、地域の人となんかお話をしようとかっていう姿は全くないですね。だから、何やってるんでしょうかということもありますけどね。もうちょっと、また地域の行事とか、その地域にある団体さん、老人クラブさんとの連携を図るんであれば、また学校側も歩み寄る必要があるのかなという気がしますね。だから、親父の言ってる話って、ああ、なるほどねって。僕の10年ちょっと前に思ったことが 今頃でも全然改善されてないっていうところなんですね。学校教育がどんどん劣化してきている。まあ大学4年卒業したお嬢ちゃんお坊ちゃん先生がそのまま子供を教えるわけでしょう。僕なんか、浪人をして大学に行って卒業しても1年間、ね、中学校の非常勤講師をやったんで、結構学校現場に入る前に中学校の、まあ、荒れた学校現場を経験してますんでね、割と素直に小学校の、現場に入れたんですけど、お嬢ちゃん、お坊ちゃん、先生っていうのは選べないし、なんで飲みに行かないのかお前らはって、若い先生にね、ちょっと今日飲みに行こうっておごるからって、飯食いながら、学校のことを話をしようって言ったら、いやー、今日ちょっと用事がありますんで、また別の機会よろしくお願いします。あ、そう。じゃあね、まあ、今度ねって言って別れて、で、少し時間を置いて、レンタルビデオ店に行ったら、そいつがいるんですよ。なんかお前って、何個使ったら、いや、これがその用事かったら、はいって言うから、分かった、はい、じゃあビデオ借りたら一緒に飲みに行こうって言って飲みに行ったんですけど、まあね、仕事が終わったらもう個人の時間っていうふうにもズバッと割り切れるっていうところが、まあ、今の若い人のいいところだと思うんですけど、まあ、こと教育に関してはね、割り切れるようなところはなかなかないんじゃないかなって気がするんですよね。僕らが若い頃は先輩の先生からは教員ってある意味24時間教員であるべき部分もあるよ。なんかパチンコに行こうと思ったら校区外のパチンコに行け、できれば校区から運10キロも離れたパチンコ屋でパチンコをしろ。ただし飲みに行くのは地元の飲み屋に行けっていうようなことを言われたんですよね。情報収集のために飲むときは
地元の飲み屋で飲め。そうすると自分が勤務している小学校区の様子がね、飲みながら情報が入ってくるし、中に、お先生一緒に飲もうや、今日俺はおごるわというふうにしていい思いすることもあるよということで、結構飲みに行くのは小学校区内の地元の居酒屋なんかに飲みに行ったんですけど、結構いい思いも、しましたね。ただパチンコとか、そういったことは僕はパチンコはあんまりしなかったんですけど、ある同僚が校区内のパチンコ屋に行ったら、次の日学校で子供が、先生昨日パチンコ屋におったでしょう、なんぼ買った、なんぼ儲かったっていうなことを言ったんで、なんで知ってるのって言ったら、いやうちのお父さんがお母さんが先生がパチンコ屋に入るの見たよっていう話を聞いて、ほらねって俺言ったやろって、そんなことが続くとね、あの先生ギャンブル好きだよって言われるからね、もうあんたがねパチンコ好きやったら、もう小学校区外の遠く離れたとこでパチンコすればいいよって助言をしたんですけどね、まあ、そんな風にして小学校の先生って他人から評価を受けやすい、ね、職業なんですね。僕らの頃は、そんな変な先生はいなかったんですけど、今はね盗撮とか、胸を触ったとかね、バカな先生ばっかり、目立つんですけど、まあ、それはもうごく一部であって、大半の先生はもう非常に真面目でね、いい先生ばっかりいます。ただ真面目すぎて真面目っていう枠を抜け出せないっていう部分があるんですね。さっき言った、地域にもっと溶け込んで飛び出して、活動しようということができないんですね。私は上海に3年間おったんですけど、上海の街中にどん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 行きましたよ。言葉が通じなくても同じアジア人だねということで子供連れてね、上海の街をあちこち歩いたんですけど、あれ面白いんですね、上海人という人。僕らが小学校の3年生でね、社会科で自由市場に行くんですよ。で、自由市場に行くのに、まあ、ずっと歩いていくでしょ。で、すごい行列。子供が、その当時20人ぐらいおったんで、先生が先頭を歩くと、子供が、まあ、2列で10人分の列ができるんですよ。ただ、ずっと歩いていくと、いつの間にか、暇な上海の人が、ずっと一緒に歩いてくるんですね。だから、列がですね、倍。子供が20人いたら、上海人も10人、20人一緒に歩いていくんですね。それほど人懐っこいというか、暇なのかわかりませんけどね、ずーっと後をついてきて、その後、自由市場で世界見学してる様子もね、子供が何を書いてるのかってノートにね、それが興味があるみたいで、ずっと見てましたね。で、僕がビデオカメラ回したり、写真撮ると、何を撮ってるんだろうって、僕のそばに来て、そのファインダーを見に来るんですよ。それぐらい人懐っこい上海の方が多かったですね。まあ、そこまでとは言わないけれど、もっとね、同じ日本人ですからね、もっと地域に飛び出して、子供と一緒に活動する姿が見れればいいなと思うんですよね。もうというのも、うちの近所、子供が遊ぶ姿っていうのは、もう全く見えない。あ、子供の声がするなと思ったら、近所の塾。ね、塾にはいっぱい子供がいるんですけど、公園とか広場、ちょっとした空き地には、子供は誰もいない。まあ、野良犬も、野良猫もいない。なんかね、街は、綺麗になって、ね、騒がしくない、子供の声がしないから逆に静かでいいという方もいらっしゃるんですけど、昔のようなね、雑踏というか、野良犬は吠えるし、で、赤ん坊が泣きわめくし、ガキ大将が走り回るっていうような、昔の懐かしい風景というのはもうどっこれもないんですね。でも上海にはあったんですね。だから僕、また上海に時間があったら行きたいなと思ってたんですけど、もうね、もう十数年前の話なんで、まあ、上海もね、
だいぶ変わってきたんだろうということと、この前、ね、この放送で、上海人のことじゃなくて中国人のこと結構あれこれ言いましたんでね、中国の方には当分いけないのかなというふうに思っていますけれどね。あれ、ちょっと変な話を、しましたけど。ということで、現場の声っていうのは非常に大切だと思うんですね。その現場の声を、どこでどう吸い上げて、どう反映していくのか。まあ、これは国政レベルでも同じことが言えると思うんですよね。まあ、県レベル、市レベル、地域レベルで現場の声というのがどれほど大事にされているのかということを考えると、そんなに現場の声が反映されていて、これがこう変わりましたよということってあるのかなという気もするんですよね。ですんで、まあ、これからも、あれ、ちょっと画像がまた固まりましたね。ちょっと待ってください。あれ？はい、すいません。これからもね、そういった声をね、どん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 台にして言っていかないといけないと思うんですね。まあ、こういったユーストリームとかでも何でもいいと思います。ブログでもね、ツイッターでも、フェイスブックでも。現場の声を出していく。でどこかでその声を聞いてる人っていうのもいらっしゃるんでね。そういうんで言わないよりも、どん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 言った方がいいのかなというふうに思っているところです。はい、今夜は、現役の、老人であるうちの親父のつぶやきからお話をしてみました。4語頻語な夜第332回現場の声というタイトルで、放送を行いました。はい、そろそろ、放送を終わりにしたいと思います。また明日もね、同じ時間帯、午後10時30分から放送しますので、もしお時間ございましたら、あれ、また固まった。というか、映像が切れましたんで、すいません。この終わりにしたいと思います。あ、ちょっと待って。もうダメですね。すいません。もうちょっと映像が切れてますが、また明日も、午後10時30分から放送しますので、もしお時間ございましたら、明日もご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。